ち込みそうね。
ありがとうございます。高島テラスさんにお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちアレアガールズです。よろしくお願いします。はい、ということでね、メンバー紹介をじゃあみやちゃんお願いします。はい、皆様から見て右側から徳之島から来ました、アレアガールズのラップ担当、クラゲちゃんことみつきさき。現役女子大生、立川出身、緑のレール担当、橋本ゆり。やれー。特技はミニバン164センチあります、セイラサリオ。2000年前の18歳、愛称は春持ち、大須田晴美。やれー。我らがセンター、大阪で巫女さんやってます、ギタリストになりたい。アレアガールズの萌え犬担当、吉野麻里。そして私が宮瀬美也です。よろしくお願いします。はい、ね、分かりやすい自己紹介ありがとうございます。そんな私たちはですね、立川駅から歩いてすぐのところにあるアレアレアという商業施設で月に2回月曜日にライブを行っておりますので、よかったらぜひ遊びに来てください。そして、はい、そして私たちは普段仮面女子候補生として活動しています。秋葉原駅から徒歩数分のところにある仮面女子カフェというところで365日毎日ライブを行っております。土曜日と祝日には15時から無料ライブもあるので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、今日はね、アレアガールズがこの立川一帯音楽祭りで5公演をするということで、今2公演目なんですけども、次の3公演目、立川子ども未来センターがちょっと場所が遠いということで、はい、なんとお客様が乗るバスが出るそうなんですよ。すごい。やっぱでね、場所がなんですけど、ここをまっすぐ歩いていったところに乗り場があるらしくて、2時頃、14時頃に出発するらしいので、よかったらぜひついてきてください。お願いします。お願いします。ということでね、はい、この青空の下をまだまだ一緒に楽しんでいきましょう。イエーイ。それでは聴いてください、きらめき。
また時間かかるかも。何も保証はないけど、
せをお願いします。はい、私たちは全員ツイッターをやっております。アレアガールズとつぶやいていただけますか。仮面女子候補生とつぶやいてみてください。ここにいる全員で遊びに行っちゃいます。行っちゃいます。はい、この後次のステージはですね、立川子ども未来センター14時40分からとなっておりますので、ぜひバスをご利用して足を運んでください。そしてこの後物販ではすぐに無料ハイタッチ会を始めますので、あのご通行中の皆さんも全員絶対来てください。それでは以上、私たちアレアガールズでした。ありがとうございました。大きな声援をいただきました。アレアガールズの皆さん、この後はですね、ステージ下に降りて物販を、開始とさせていただきます。で、皆さんと一緒に写真も撮れますので、フォトボックス、ありましたらぜひ一緒に写真を撮ってハイタッチなどもしてください。で、今